はいどうもキスケです。今回ですねライバーズ実況を始めていくんですけど、使っていくデッキがミニアになります。デッキの中身がこちら。まあね、見ていただいたら分かるようにキスミニアですよね。最近全然見なくないですかね、ミニアのこと。やっぱりねアグロゼシカとかテリーとかにねやっぱりプレイヤーを奪われているので、ミニアをわざわざ使う必要もないかなっていう形で、まあ皆さん使ってないと思うんですけども、今回ねナーフ明日ですよね。ごめんなさい、喉の調子がちょっとまあ明日ですよねナーフ。だから、まあ、ナーフされた後はさすがにですねキスミニア強いんじゃないかということで、今回キスミニア使っていこうかなと思います。はい、それでまあデッキの中身非常に1コスが多いんですけども、まあこれはですね2コスのユニットを入れないために1コスのね層を厚くしております。はい、でまあ偶数のカードがアルカナバースト2枚とカミュ1枚、まあ3枚だけなので、まあ大抵は奇数引くのかなと思います。はい、まあこれもですね非常に優秀なフィニッシャーになってくれるんで、まあね結構幅広く戦えるんじゃないでしょうか。はい、それではですねこちらでランクマッチ回っていくんですけど、よろしければねチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。動画の方最後まで見ていってください。それではランクマッチ行きましょうの前にですね、僕ミニアレベル2です。ほぼ使ったことないんでちょっとね本当に使い方わかんないんですけど、よろしければねそのコメント欄でミニアはこうした方がいいよとかあったらちょっと教えてください。それではランクマッチ行きましょう。はい、お相手アリーナですね。いやこの対面結構珍しいもの同士の対面なんじゃないかな。ここハグメタ以外返して1コスから動けるようにいたずらモグラいいですね。さて何にしようか。まあ序盤いたずらモグゴーストでいいか、ゴースト展開してターン終了かな。私のターンで結構ですね、まあ、ミッドレンジ寄りなんでキスミネアっていうのはもうガンガン攻めて顔を削っていってっていう形になってくるかな。でまあミネアはですね非常に優秀な除去カードが多いので、まあ、盤面しっかりしてしっかり除去して自分の盤面にユニットを残せる形で動けたらなと思います。はい、コンフォースと殴っちゃいましょう。まあ、右ストレートが飛んできても仕方ないのかなという感じですかね。はい、さあどうする。アリーナやっぱり2種類いるんでねちょっと怖いですが、メラゴーストで突破されていくのはちょっとね苦しいかな。テンションアップで終わり。そしたらイタズラモグラ2枚目か、割と強いですね。じゃあここイタズラモグラからのテンションアップでガンガン顔面いっちゃいましょう。はい、いやイタズラモグラ2枚出しは結構強いですよ。ほっとけないですからね、やっぱりテンションアップ積まれちゃうとすごい強くなっていきますから。さあメラノゴーストどうする。タイガークロー、はいはいはい、でテンションアップ挟んでって感じ。もう1枚メラゴーストか、なるほど。まあこれは仕方ないですね。まあただ序盤に5点与えれたのは結構でかいんじゃないかなと思います。さあここははぐれメタルとモーモン展開していきましょう。テンションアップはそれほど急がなくていいんじゃないでしょうか。はい、な今のところですね全然奇数感がないんですけども全然奇数感がないんですけど、まあこいつでね、こいつでちょっと奇数感を出していきましょう。相手ドクロ洗いを採用しているところからするとちょっとお早い、ちょっとお早いあれなのかな、アリーナなのかな。まあハンドアリーナだと、まあ、ドクロ洗いのところがイエローシックルになったりするので、まあそういう感じなのかな。ここミレイユ行きましょう。ミレイユ綺麗ですね、綺麗、みんな頑張って、めちゃめちゃ綺麗。インキュバスですねこれは、インキュバス、インキュバスですね。これはタボを取っちゃいましょう。でこれ顔面いって終わりかな。はい、こういう感じでいきましょう。メラゴーストもう2枚取ったん使ったんで、ハグメタは普通に殴って倒さないといけないんじゃないかなと思います。はい、
さあインキュバスもですね結構強いですよ。うん、まあ大体が奇数になってるんで髪も引けてるしね、髪も。なのでインキュバスはまあ実質3コス44と思って使ってあげてもいいんじゃないかな。まあ足払いが怖いですけどね、前列に置いちゃうと。ただこれはぐれメタル多分取られるんで、インキュバスを、まあ、後列に配置することも可能ですね。さあお相手非常に悩んでますね。ドロドロヌーバー、そしてまあ多分お相手もですね早いアリーナなんで、結構ねこうも上から取られちゃったり顔面来られると、まあ処理に回っちゃうと結構厳しいんじゃないかなと思っちゃいますね。これは25強い、強いですね。ただメラゴースト突破してくれたんで、これは道ができましたね。じゃあインキュバス出しましょうか。メラゴースト、テンションアップでカード引いてみてもいいですね。これテンションアップからのカード引いてみましょう。はい、占い、未来は私の手の中に。アルカナバーストアルカナバースト、まあ強いんですが、ちょっと今は展開する形を取りましょう。はい、インキュバス、さまよう鎧、もちろんキス強いですね。そしてメラゴーストを走らす意味がほぼないのかなと思うんですが、ここどうしましょうかね。メラゴースト走らせる意味ないよね。いや、まあ、展開してもいいよね。展開しましょう。はい、なかなか読みづらい、なかなか読みづらい意味ですね。これ顔面いきましょう。はい、顔面で、これでターン終了かな。押せてない。うん、顔面いって、ああ、またか。なるほど。ああ、さまよう鎧で、はい、これでターン終了。気合い入れてくよ。いや、こう考えるとミレイユめっちゃ強いですね。アルカナバースト持ってたんで、今のはさまよう鎧をちょっと選択いたしました。さあ前列にやってどうする、回し切り、うん、ほんでそう取ってくる、そう取っていく。なるほど。インキュバスどうする、インキュバス2体で取ってくるか、それともタイガークロー竹槍兵で、まあ、バフかけて取ってくる。なるほど、これはなかなかうまい取り方なんじゃないかなと思います。はい、そして43、これは強い。ただこっからだと、もうこちらがですねガンガン攻めてあげる形になりますね。タロットショット、おー、じゃあこれタロットショット2発あるかな、アルカナとタロットショットでいいか。いや、タロットショットと、いや、これはハグさまよう鎧ですね。さまよう鎧、うん、でテンションアップ挟んで、これ顔面いきましょう。はい、顔面で、これターン終了かな。除去はまだいいでしょう、まだいいでしょう。はい、ここで回復詰めたんで大丈夫だと思います。で、まあここで足払いもう1枚切ってくれるのであれば非常に嬉しいですね。さあサイレスをコイミスライムにかけてあげる。そして残った3コスで何をしてくる、残った3コス、うん、テンションアップ、力の指輪、なるほど、そう取ってくる。まあこれ結構ありがたいよね、結構ありがたい。まあこれで、次のターンタロットショットとアルカナバーストで盤面2枚取ってあげて、まあ、こちらが完全に有利な盤面を作り上げれるので、これはねしっかりと取っていきましょう。まあ奇数でしょう多分。タロットショット、アルカナバースト使っちゃっていいよね。アンルシアいるしね、大丈夫。あ、ああ、嘘だマジかよ、マジか。なるほど、まあ仕方ない、これは仕方ない。いや、すっげえ薄い部分引けましたね。まあいいでしょう、アルカナバースト2枚目、これでもう完全に全てのカードが奇数になったんでね、大丈夫だと思います。奇数カードは神とアルカナバースト2枚なんで、これで確定で6点ダメージ入ります。はい、まあまあまあ仕方ないよね。あれはキラーマジーン、これはまあアルカナで取ってあげるか。キラーマジーンはちょっと嫌なんでね。おーっと強え、強えけどまだ大丈夫、アルカナバースト。
オーバーキーのキャンドル、アルカナバースト、これさまよった鎧で、これ顔面いって終わりかな。いやこれはもう完全に有利ですね。はい、これで盤面残ることがあればジュリアンテ使ってあげましょう。うん、まあ、どっちが出るかわかんないけどね1がいいね、1が。さあ、あーサイレス、そして格闘パンサー、そしてそしてどうする、テンションアップ。さて何にしようかしら。そしたらモンモンでもいいけど、ここまずテンションアップからカード引きに行ってもいいかもしれないですね。うん、カード引きに行ってみましょう。はい、さあジュリアンテがね、まあプラスにプラスにされるのであればぜひともそうなってほしいんですが、どうでしょうかね。さあどうだ、まあどっちでもいいよね結局。さあどっち、まあ外れっちゃ外れだけど、まあ大丈夫でしょう。はい、これで攻撃できませんから、これでまあ展開していきましょう。はい、展開展開展開。いやこれ結構リーサル手段になりましたね、そう考えると。さあ残り2点、どうする。いや動けませんから。はいはい、勝ちです。いや強いですね、いやー強い強かったね、勝ちです。派手にドカーンとやっちゃいましょう。はい、お相手ゼシカですね。さあこれ手札まあ悪くはないかな、悪くないですね。はい、これでいきましょう。3ターン目にキャットバットを置けることによって、あれです、なんだ、亡者の人玉をケアすることができます。うん、まだナーフ前なんでね、多分最後の悪ガキとして使ってる人いるんじゃないかなと思うので、グレンは撃っていく、グレン撃っていく、なるほど。まあこれ結構ありがたいですね、3点分まあいい感じに撃たしたんじゃないかなと思うんですが、これメラゴーストどうしようかな、配置しちゃいましょう。はい、ハグメタ2枚いるんで、まあ、あらかたのユニットは取れるんじゃないかなと思って配置しました。はい、さあニコスの動きはどうする。ワーターボー、これハグメタでしっかりと除去してあげましょう。しっかりとワーターボーで、ワーターボーじゃないハグメタで、はぐれたメタルで取ってあげます。モンモンもいいですね、まあ、とりあえずこれ処理だな。うん、ワーターボー残しといても本当にねいいことないからね、ゼシーカとの。さあ行くわよ、しっかりと除去。さあ女の因縁の対決、どちらがね、ドラクエのヒロインにふさわしい女性かを決める対決でございます。怖え、怖いね、女って怖い女を否定するわけじゃないよ、女僕大好きですから。はい、これとりあえず全部処理して顔面いきましょう。まあ、こうなってくると、イオとかない限り結構厳しいんじゃない、まあ、今の環境イオ入ってるゼシーカ少ないと思うけどな、わかんないよね、まあ、全然わからんから。さあ笑った袋、そして、メラ、なるほど。まあモンモンで取ってあげてもいいかな、じゃあ、うん、モンモンで有利トレードしてあげましょう。ターン終了、これ結構いい感じに動けてるんじゃないかな。竜王これいいですね、キャッツバッツ、キャッツバッツ出してこれ取ってあげて、これ全部顔面いきましょう。はい、メラゴーストは出さんでいいね。いや盤面的にはもうかなりこちらがアグレッシブに動いてるんで、もうお相手はもう守る守る守る守ってください。で竜王につなげてあげましょう。さあ妖術師これ取りたいですね、テンションアップからの、なんか引いてこれれば取れますね。さあ顔面当たっていく、これでかいな、あーそいつに当たっちゃう、まだあんのか、あーすっげえ使ってくれんね、もう盤面処理ですね完全に。うわーユニットに当たっていく、まあこいつ残ってくれれたらありがたい、結構これありがたいぞ、うん、結構しか言ってないけど、とりあえずね相手の
手札をかなり削れたんで、なかなかいいですね。さあここでアルカナバースト引いてこれればでかいぞ。アルカナバーストいたずらモグラなんですね。いや強え強え。これメラゴースト配置しちゃいましょう。はい、相手に処理させる。で処理に専念してる間に竜王を出しちゃいましょう。強い。私のターンね。ミニア初心者の僕でも勝てそう魔力の息吹カード2枚引いていく。遅いんじゃない。お化けのトマトもいるしね。さあこいつナーフナーフされたろお前。悪あがきが過ぎるぞ本当に。悪あがきが過ぎるわ本当。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。まあとりあえず竜王は変わらないかなこれ。私のターンです。よっぽどのことがない限り。いたずらモグラ、まあこれ竜王ですね。竜王。さあお相手が除去に専念してる間にこちらは確実にリーサル手段を取っていきましょう。さあどうする。ゾーマも入ってるし結構ねリーサル手段が多いデッキです。はい。さあおめえはもうニコスで動いてくれ本当チートだよなこのカード。さあ突破していく。これ竜王残るかな。どうだ、普通に強えよな。さあ魔力の息吹カードどんどん回してんね。ちょっと怖い感じがするがどうでしょう。さあ女の意地ってやつを見せてもらいましょう。こちらも女なんでね意地と意地のぶつかり合い。さあブルーベリーアイ、ブルーベリーアイ。お化けトマトでもいいかな。さまよう鎧でいきましょう。さまよう鎧、どんどん展開していたずらモグラでテンションアップ挟んでこれ顔面です。はい、これでいいんじゃないでしょうか。さあどうする。アグロゼシカ遅いんじゃない。ちょっと回復されていきますからね。しかも私のターンね。さすがに25点削れないでしょうこんなに壁あって。さあどうする。お化けのトマトもいいですよ。お化けのトマトも、うん。さあどないするで。ブルーベリーアイどうするお化けのトマトどうする。いやゼシーか悩んでますね。悩んでください。お前の時代はもう明日で終わるぞ。明日で終わるぞ。さあメラミ除去を打っていきますね。リーサル手段ねえだろもう。何がリーサル手段なんだ何がリーサル手段になるんやほんまに。いいよいいよ入ってたね。よかったよかった。さあ取っていく。そしてキャド、いろんなカード入ってんなそしてブルーベリーアイ2枚目。さあそしたらここで、まあ、ジュリアンネみたいなそんなカード引ければ。ミレイユか。ミレイユ悪くないですね。ミレイユカード引いていこう。さあどんどん力合わせていきましょう。カード引いて、まあこっちかな。盤面強く取っていきましょう。はい、これ多分奇数だろう。奇数なんですね。強い。テンションアップ。これ顔面ですね。はい、あと2点。これ相手竜王しっかり除去できないと、まあ、負けですよね。盤面しっかり全部除去できないと負け。さあどうする。しっかりとウォールも張れてるし、こちらなんならまだまだリーサル手段残ってるんでね。ゾーマとかいっぱいあるんで大丈夫だと思うんですけどね。さあどうする。いや厳しいんじゃない合計、まあ、竜王復活するんで、4体のユニットを突破しないとあなたの負けです。さあどうする。しかもねテンションスキル溜まって次特技カード引けるんで、まあ、ウォール張られてもあらかた突破できるんじゃないかなと思います。さあどないする。さあゼシーカ明日でナーフされるからちょっと今日滑り込みで使っておこうかななんて思ってたんじゃないの。止めてあげます。止めてあげるよ。さあ突破していく。さあ竜王復活していきますね。さあこのアニメーションの長さも相手をイライラさせるポイント時間がなくなっちゃう。
そしてバラモス、はいはいはい、バラモス出しちゃったらダメじゃない？早読みの杖、頑張って処理できるのか。いいよ、うー強いな、強い強い。そして時間なくなっちゃうよ。ミレイユどうする？ミレイユ、ミレイユ、ミレイユ、テンションアップ。はい、私のターンです。これは竜王のね、アニメーションの長さで勝ちましたね。どっちでもいいや勝ちです。女と女の勝負、ミネアの勝利になりました。いや強えな、勝ちです。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、奇数ミネア使ってみたんですけど、いやめっちゃ強いです。いやそのナーフされる前の、まあ、前日なんですけど、ナーフされる前でもこんなに戦えてるので、ナーフされた後本当にねミネアが牙を剥いてくるんじゃないかなと思います。うん、しかもナーフされたカードは1枚も入ってないんでね、亡者の人玉もレッドアーチャーも入ってないんで、いやこれはですね本当にナーフ後ね作ってみる価値はあるんじゃないでしょうか。ただまあちょっとレジェンドカードが多いですよね。だからその辺がちょっと無課金の方からしたら厳しいのかもしれないですね。例えばね、まあやっぱりミネーユとかジュリアンテとか、そのリセマラで狙うようなレジェンドカードじゃないんでね、まあこの辺をどう作るか、パック引いて引っ張ってくるかになってくるんじゃないかなと思います。ただこのカード、このデッキは本当に自信を持って強いと言えます。はい、まあ個人的には神を入れてる理由といたしましては、やっぱり新環境テリーがですね非常に増えそうなんで、神1枚入れてるだけでも安定感増すかなと思うんですが、まあここはまあ自由に決めていただいて大丈夫です。はい、やっぱり奇数ミネーなんで、まあ偶数カードもっと減らした方がいいような気がするのであれば、神を抜いて別のカードを採用するのも悪くないんじゃないでしょうか。はい、それでは呪文の発行いたしましょう。よろしければねこちらでランクマッチ回ってみてください。それではよろしければねチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。チャンネル登録は画面右上の僕のアイコンから、その他もろもろ動画出してますんでね、よろしければぜひご覧ください。 Twitter の方 URL 概要欄に貼ってあるんでね、よろしければフォローの方お願いいたします。それでは良きドラクエライフを。バイバイ。